はい皆さんこんにちは慶應義塾大学言語文化研究所の川原茂人です今日は、えー、口頭の模型を使いながら、えー、口頭の仕組みを説明したいと思います、えー、3年前に撮った動画がありましてあのそちらでいいかなとも思ったんですがちょっと間違いなどもありましたので改めて説明したいと思いますこちらこの口頭模型私たちのこの部分ですね声を出す 声帯が入っている大きな、まあ、入れ物ですけれども、えー、これの仕組みをが分かると、生、ま、体、あ、声をどう出しているかというのが分かるんですが、えー、とにかくアメリカの授業でこれを教えていると、非常につまらない。まあ、骨の名前とかいろいろ出てきてですねあの、つまらないという学生がいて、えー、紹介していただいたのがこのモデルです。でこのモデル、えー、あのー、 ボイストレーニングの会社が出しているもので、えー、この紙の厚紙なんですが、この、これを、えー、組み立てることで、まあ、仕組みを分かっていくというアイデアのものですで。実際に組み立てられるのが一番なんですが、あの、はい、今回は組み立てたものを使っていきたいと思います。 はい。まず、えー、口頭ですね。孔頭。これ全体を指して口頭と言います。larynx ですね。英語で言うところの。はい。で、えー、大事な器官が、4つあります。まずは、えー、この、ハイオイルと書いてある、ここの部分ですね。これ、舌骨ですね。下の骨と書いて、舌骨と言います。これが、まあ、下とこの孔頭をつなげている軟骨になります。 でこのカバーの部分ですね。これがあの男性だってよく出ている喉仏ですが、えー、これを甲状軟骨というふうに言います。甲状軟骨ですね。で、この一番下の土台の部分、これを臨場軟骨と言います。あの、こう、触ると、このリングがこう、何個かポンポンポンと重なっているのを感じられる人もいるかもしれませんが、これが臨場軟骨、甲状軟骨ですね。 で、えー、こちら、この子が、え喉、ー、頭蓋ですね。はい。前の動画で名前を間違えてました口喉頭蓋で、えー、ここに、これが例の肺ですけれども、まあ、こういうふうになってるわけですね。肺から、こう、空気が流れてきて、こう、生体が振動する。で、この中に、えー、この青いのが生体ですけれども、生体が入っているわけですね。 でご飯を食べるときに、ここの生体の肺の中にご飯が入っちゃうと大変なので、えぇ、ー、喉頭蓋、この蓋ですね。こうやって閉じます。これ閉じます。これご飯が入ると蒸せちゃうっていうのはそういうことですねで。入らないようにこれ閉じる。はい。これが、えぇ、ー、頭蓋ですね。で、えー、最後。えー、これは比例軟骨と言います。あの、卑怯なわけではなくて、こう割れてる感じがするから、えぇ、ー、比列軟骨と。 いうふうに言うんだと思います。で、声、えー、体というのは、えーっと、この比列軟骨から、えー、甲状軟骨の内側にこうやって伸びてます。で、2つあります。2つあります。はい。これが、えー、まず、えー、骨の名前ですね。もう一回復習しますと、全体を甲頭と言います。えー、この、ここの部分を舌、えー、骨、甲状軟骨、臨場軟骨、比列軟骨、甲頭蓋です。 この名前を覚えるのもめんどくさいんですが、まあ試験に出るということもありますし、あの、理想はですね、あの、これを、の模型を組み立て、こちらも,も組み立てながら、あの、グループワークでやってね、あちょっとその、工場軟骨取って、工場軟骨と臨場軟骨くっつけようよ、みたいなことをやると、割と覚えやすいんですが、しょうがないですね、今は。はい。では、 えー、生体の話をします。正門の話ですね。えー、っと、この、生門を閉じるとか開くとかって言いますけど、この生体の間の空間のことを正門と言いますね。英語でグーテスというやつはそ,れそ,れそのことです。この生体ですが、えー、男性の方が長いです。体が大きいので。だいたい25ミリぐらいとかって言われてますが、でえー、女性の方が16、7 8ミリ。 というふうに言われているので、えー、声帯が長いと、えー、声が低くなります。これはあの子供が声が低いのと一緒ですね。はい、声帯が全体的に長くなると声が、あのー、長いと低くなります、はい。これ押さえておいてください。では、えー、と声の高さの調節方法ですが、まあいろいろあるんですね。いろいろあるんですけども、あのー 1一つはですね、有名な方法は、この、えー、臨場軟骨と甲状軟骨の間に、臨場甲状筋という、えー、筋肉があって、これが収縮するとですね、これが収縮するとこう前に、前に、甲状軟骨が前に倒れます。前に倒れると何が起きるかというと、これ中の生体が引っ張られるんですね。たるんでんのがこうやって引っ張られる。たるんでんのが引っ張られると。 で同時に、こちらの後ろの、えっ、ー、と、ひれ軟骨の後ろにある筋肉も、こう、後ろに引っ張って、こう全体を引っ張ります。で、引っ張るとですね、えっ、ー、と、長さは長くなりますね。長さは長くなる。で、さっき、長さ長くなると声は低くなると言ったんですが、えー、その通りなんですが、えー、声体の緊張度、またはこスティフネスというんですが、が上がります。まあ、緊張度が上がると、声が高くなる。 だから人間ってあの声帯を長くして、えー、声を高くしているんですが、えー、物理現象としては長くなると、えー、声は低くなるのでここを引っ掛け問題に出るかもしれません、えー、気をつけてくださいでもう一個はあのこの舌骨の上にある筋肉そのものがこう上にグッとやるとで声をです、ね、高くするとここに、えー、私の こういう状態なことありますけども、あーあーって言うとあの、全体的に上がるんですよね。なんか、だからこの舌骨の上の筋肉がこう上がると、これも全体が前に引っ張られて、この生体の伸びに、えー、貢献するというようなことも読んだことがあります。えー、あとはですね、整体の開き。開きですが、ちょっと伸び切ってしまいましたが、えー この、この動き。こういう動きですね。こういう動き。これで生体を開きます。外転ですね、えー。この開く筋肉のことを、後、臨場比裂筋。後ろにある比裂筋。ここの、比な軟骨の後ろにある筋肉が収縮すると、このように動きをして開きます。正体が。逆に、えっ、ー、と、正門を閉じるときは、 こういう感じですね。こういう感じ。こういう感じ。で、これはですね、この横側の筋肉を使うんですね。外側臨場比裂筋というので、横の筋肉が収縮すると、この比裂軟骨がこな転して、このように、正門が閉じるというような形になっています。まあ、この辺の細かいところは、実は私も専門家ではないので、あの教科書で習った程度の話なんですが、 試験に出るということと、まあ、ここの模型を使うと分かりやすいということで簡単に解説させていただきました。